皆さんどうもこんにちは。隠し要素、それは男のロマン。 RPG ゲームの洞窟エリアは隠し要素がないか隅々まで探し回る男キャベツです。今回ご紹介するのはゲームの従来隠しボス。昔のゲームから最新まで隠されたボスたちをご紹介していきたいと思います。では行こう。ロマンシングサガ新サルウィン。サルウィンとはスーパーファミコンのロマンシングサガ、プレイステーション2のロマンシングサガミンストレルソングに出てくる隠しボス。破壊神女神サイバの亡骸の心臓から生まれた破壊神。こちら初見プレイで勝つのはほぼ無理。新サルウィンは HP90,000 で、第一形態が HP26,000、第二形態が HP64,000。 能力の魅力と知力はカンスト、まるでローランド。行動回数はなんと4回、攻撃に状態異常がワンサカといったぶっ壊れ野郎で、勝てたら奇跡レベルの RPG でも5本指に入る強さ。ゲーマーならチャレンジしてみな。クリスタラー。クリスタラーはスーパーファミコンで発売されたスーパーマリオ RPG に登場する隠しボス。世界の神羅万象の支配者という肩書きを持ち、モンスターの封印された扉の先に佇まい、あるアイテムを持っていくと戦うことが可能。隠しボスというだけあってラスボスよりかなりの強敵。デザインは野村哲也氏が担当していたということもあって、イベントではファイナルファンタジーのアレンジ曲がバックに流れます。ドット調のスーパーマリオ RPG にはかなり異色のグラフィックのクリスタラ、裏ボス感が凄まじい。単純に強いクリスタラーですが、実は戦闘が長引くとプレイヤー側は有利になります。その理由はクリスタラーはファイナルファンタジーらしく技に限界があり、何度も技を使っていると技のパワーが尽きていきます。パワーが尽きると自動的にクリスタラーのターンは何もせずに消費、長期戦でじりじり戦って最後にようやく勝つといった具合も裏ボスらしい戦闘です。月の魔物。ブラッドボーンにおける超重要な存在であり、ある意味で物語の全ての元凶とも呼べる月の魔物。本作の登場人物であるゲールマンを退けた後にプレイヤーの前に突如として現れ、そのまま戦闘が開始。異形の躯体ながらも獣のように俊敏に、人のように狡猾に、上位者のように理解しがたい攻撃を出してくる月の魔物。作中終盤のボスの中では体力がなぜか低く、要所要所で様子見をするなどかなり不気味な行動をとり、まだプレイヤーの HP を1に、その他をリゲインゲージに変える発光を伴う方向と赤い血を降らし、命中すると輸血液が使用不可になります。その光景がまるで自分の血を吸わせているように見えるため、まあとにかく不気味。難易度が高いブラッドボーンの中でかなり弱いと呼ばれる月の魔物、イベントボスのような扱いなのではないかというふうに考察はされていますが、実際真相は不明のまま。レッド。初代ポケットモンスター赤緑の3年後が舞台である金銀。本作でレッドという少年がロケット団を一人で壊滅させ、その上ポケモンリーグを制覇してチャンピオンになったという話を至るところで聞くことができます。そんなレッドはストーリーの終盤に訪れる篠金山の洞窟の一番奥で佇んでいます。レッドが所持しているポケモンはポケモンの主人公らしく、最高レベル81のピカ様やカビゴンを含め、所持ポケモンの平均レベルがなんか縁起がいい77といったポケモンシリーズの中でも指折りのガチパーティーを組んでおり、当時では目の前が真っ白になってしまった少年少女が続出しました。そんな冒険者には容赦無用なレッド君、実は母親を含む友人知人たちの前に長い間姿を見せていない放蕩息子のようで、実際白金山で話しかけても…と無言のまま戦闘が開始し、プレイヤーが勝利するとそそくさと姿を消してしまうため、ポケモン都市伝説の一つとして亡霊説が一部ではささやかれていました。しかしその後発売されたハートゴールド、ソウルシルバーでレッドは主人公に負けると、そのことを密かにグリーンに伝えていたことや、ゴアズの作品での登場からちゃんと生き延びていることがうかがえます。現在ではいろんなところで修行を積んでいると言われているレッド君、いやどんだけ修行をすんねん。ドリビクス・チョーズン。ドリビクス・チョーズンというまるで覚えさせる気ゼロの名前のボス。こちらオンライン FPS ディスティニーのやり込む要素として仕込まれた裏ボス、本作約束されていたはずの神ゲーことディスティニー。ドリビクス・チョーズンは本作のストーリーミッション光の後にがランダムに出現し、かなり変な場所まで行っていくつかの条件をそれてようやく見つけることができる裏ボス。その条件とはミッションが終わる頃、マップ内の隠し通路を見つけて奥へと進み、10分以内にそこのボスと雑魚敵を全員ぶち殺した後にようやくドリビクス・チョーズンが登場。そんなドリビクス・チョーズン、裏ボスらしくやはり強い。何度も死んで戦ってを繰り返し、ようやく倒そうスナイパーライフル黒いスピンドルを入手できます。ここまで隠されたらもはや見つけたことがバグとしか思えない。ラギオラギラ。
ラギ・オラギラはワイルドアームシリーズに登場する隠しボス。隠しボスらしくラスボスに比べてかなり強い戦闘能力を持ち、初見プレイで勝利することはほぼできないほどのボスで、たとえ最高レベルに達していてもしっかりと対策をしていなければ敗北は免れない。まさにぶっこれ隠しボス。その強すぎる能力を誇るがゆえに、本作の制作側とプレイヤー側との間でワイルドアームはトニーに始まり、ラギ・オラギラに終わるという認識が存在するようです。そんなラギ・オラギラ、元ネタはウルトラマンに登場した怪獣ゼットンで、代表技のこちらもゼットンの下級が元ネタ。聞き慣れない上に字に起こすとバグのようにしか見えないこの技は、数字の長さが原因で攻撃時にゲーム中のウィンドウからはみ出るほど数字が並び、熱苦しささえ感じる記憶に残る裏ボスです。魔王サタン。魔王サタンはアトラス制作のプレイステーション2用の RPG ゲーム、デジタルデビルサガアバタールチューナー2に登場する最強の隠しボス。サタンは本作の難易度ハードモードのみに登場し、前作でも化け物レベルと言われた人修羅に並ぶほどのぶっ壊れボスであり、レベルマックスであろうともなかなか倒すことができません。前作のチボの晩餐突破にリアルラックが絡んでくる人修羅戦と同じであり、サタンも毎ターンにパーティーメンバー全滅につながる運要素があるので、パーティーを強化するのは大前提ですが、実際はほぼ運ゲー。できる限りのスキルやパラメータを整えたらあとはひたすら挑戦あるの。負け続けても自分を責めることはありません。だって強すぎるんだもの。ヤズマット。ヤズマットはファイナルファンタジー12に登場する最強の裏ボス。オメガマーク212、ゾディアークと並び最強レベルの強さと呼ばれているボスで、ファイナルファンタジー史上最大の5011万という頭イカれちまってんのかレベルの HP を誇っています。加えてただ体力が高いだけのボスではなく、瞬殺レベルの攻撃力とラノベ主人公レベルの攻撃オプションを持つ異常な強さ。もはや義務感で倒すこと以外苦行と言えるでしょう。そんな5011万を削り切るまで、普通に挑めば倒すまでに平均6時間ほどかかるらしい。本当に暇な時だけ挑戦してみてはいかがでしょうか。ルビーウェポンはファイナルファンタジー7に登場するウェポンの一体。見た目の通り防御力が非常に高い。パーティーメンバーを戦闘から強制除外するアリ地獄を使う作中トップクラスの戦闘能力を持つモンスターの一体です。戦闘開始直後はダメージを与えることができず、アリ地獄で一人になるまで続くので、戦闘前に二人を戦闘不能にしておくことで回避ができます。触手を出した後はしばらくアリ地獄は使わなくなりますが、カウンターで HP、MP に強力な割合ダメージを仕掛けてくるので、この直後アルテマを使われると非常に危険。エメラルドウェポンもルビーウェポン同様、ファイナルファンタジー7に登場するウェポンの一種。エメラルドウェポンは HP がなんと100万と非常に多いほか、戦闘領域が海中のため20分という制限時間がついています。ルビーウェポン同様作中最強クラスのモンスターであり、中でも有名な技はエメラルドビッグベン。こちらは装着マテリア×1111個の固定ダメージを与える技。どちらも単純に強いボス。エリザベス。エリザベスはアトラス制作のプレイステーション2 RPG ゲームペルソナ3に登場する裏ボス。その姿は可愛いチャンネがエレベーターガールのコスプレをしており、サタンや人知らに並ぶ勝たせる気などみじんも感じないアトラス制作のゲームの裏ボスの一角。エリザベスと戦闘するにはプレイヤー一人で挑戦しなければならないという条件があるため、ただでさえ単純に強すぎるエリザベスの戦闘の難易度がぶち上がり、そしていざ戦闘となるとエリザベスがある技を発動。それがメギドラオ。この技が本当にぶっ壊れ、本作の主人公の HP は最高でも999。しかしメギドラオンはダメージ9999の10回オーバーキル。初見プレイで勝つことは 100% 不可能。攻略本を見た上で HP を上げ、さまざまな条件をクリアしても勝てるかわからないエリザベスの姉貴、強すぎて脱粉不可避。ということでいかがだったでしょうか。アトラスのボスはやはり気が狂っているレベルに強い。倒せることがバグレベル。でも結局一番の敵は己。己に打ち勝ち、みんなチャレンジあるのみ。人生楽しんだもん勝ち。みんなチャンネル登録ほんまよろしくな。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッター、インスタグラムもやってるので登録お願いします。あと最近サブチャンネルも開設しました。登録お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。バッチャンネル登録すると